ザ・フラッシュを総じて言うと、ダサおもろいんだよな。やい、アクション・ひとゆきです。よろしくお願いします。さあ、今日語る映画は、ザ・フラッシュ公開日に見に行ってきたわけなんですけど、ごめん、ちょっと感想動画遅れちゃいました。俺もうフラッシュめっちゃ楽しみにしとってさ、まあ公開前ね、主演のエズラ・ミラーさんの問題であったりとか、まあ、いろんなね、トラブルなんかがあったりして、一時期は公開すらもちょっと俺怪しんどったんだけど、まあ無事公開されたと。で、前評判からしてもうすごい絶賛でさ、トム・クルーズがあまりの素晴らしさに監督に16分電話して褒めたみたいな、そんな良かったん？な、その日本でもね、なんか試写会とかでさ、もうどんどんいろんな人がザ・フラッシュ見に行っとって、呼ばれてないけど、試写会のツイート見すぎて、俺金払って見に行くの俺だけなんかなって。俺以外の全人類がもう試写会でザ・フラッシュ見てんのかなって思うぐらい。まあいいんです。僕あの試写会にはね、来ませんっていうふうに公言してるんで。まあ、ワーナーさんもね、分かったよりですもんね。僕あの、実は DC めちゃくちゃ好きでさ、ヒーロー映画といえばね、みんなこう MCU から代表されるような、マーベル作品っていうのはまず思いつくと思うんだけど、結構こうアメコミ好きの中では、やっぱこう DC 派か、マーベル派か、みたいなのね、派閥に分かれたりするわけよ。基本みんなね、どっちも好きではあるんだけど、僕も、どちらかと言われたら、まあ、DC 派だったりすんの。もう今暑いのにこのパーカー着てるのもさ、これ実はバットマンのパーカーで、これね。見える？スーパーカップがバットマンとコラボした時に何個以上買ったら抽選でこのパーカーもらえるみたいなプレゼント企画みたいなのがあって、それに応募して無事当てました。チョキピー。で、僕あの、小中学生ぐらいの時にすごい DC 作品見とって、それこそクリストファー・リーブ版のスーパーマンとかもね、父親がすごいヒーロー映画好きで見せてくれとったのよ。中学生ぐらいの時にアローっていうね、ドラマシリーズが始まったの。で、このアローってのがその DC ヒーローを主人公にしたドラマシリーズで、このアローから後にね、アローバースって言われる DC のキャラクターが活躍していくドラマシリーズなんかが広がっていったりするんだけど、始まった当初1話から毎回見とったし、もちろんフラッシュもね、映画になる前にね、ドラマ版のフラッシュなんかも、このアローバースの作品として始まったりしとったんだけど、俺そのドラマのフラッシュも見とったのよ。特にこのフラッシュはね、俺の中でも思い入れが強いし。で、これあの同じ日にさ、スパイダーマンアクロス・ザ・スパイダーバースが公開されとって、実質的にマーベル VS DC みたいな構図になっちゃってるんだけど、これね、スパイダーバースの方もぜひセットで見てほしい。まあ、その辺はね、後半の感想で語っていきたいと思うんですけど、今回はね、ネタバレありでこのフラッシュについて語っていきたいと思いますので、まだ見てない人は気をつけてください。まずこれ今作のザ・フラッシュ、ベースとなった原作のコミックスにね、フラッシュポイントっていう作品があるんですけど、このコミックをベースに今回の映画が作られたと。で、このフラッシュポイントがね、まあフラッシュって作品の中でもかなり人気な作品なんだけど、今もう日本じゃ絶版になっとって、入手困難らしいのよ。だから俺も原作の方読んだことないんだけど、これね、あんまり宣伝されてないから知ってる人少ないかもしれない。実は今映画館で、このザ・フラッシュの公開を記念して、原作のあの絶版となったザ・フラッシュの第1巻がね、期間限定で販売されたんよ。だいぶ胸熱よ。700円ぐらいで買えるから、お手頃な価格でね、ぜひ買ってほしいんですけど、俺も買ってびっくりした。読んでみたら、あの、原書版で、全部英語だったのね。読めない。マームっていう単語しかわからんかった。だから、ぜひね、ジーニアス英和辞典でも開きながら読んでほしいんですけど、で、俺がさっき言った、ドラマ版のフラッシュにも、このフラッシュポイントの話ってのはあんのよ。より濃密なんよね。映画に比べると。で、人間関係とかもすごい増えてる分、より緻密で濃密になってるし、今回の映画の中でちょっとよくわかんなかったなっていうか、謎な部分っていうのも、ドラマの方では完全に解き明かされとったりして、ドラマの方を見ていると割とスッキリはできるんだけど、ただ映画の方はね、やっぱ圧倒的に絵力がすごいと。ザ・フラッシュを総じて言うと、ダサおもろいんだよな。フラッシュって、このコスチュームをね、見てもらったらわかると思うんだけど、ダサいじゃん。でもな、そのダサさみたいなんが愛おしい上に、今作ではちゃんとかっこよく描かれたんよね。で、これがもう前半のつかみよ。フラッシュのタイトルロゴ入るところもさ、ゆっくりこうなっていって、フラッシュ、キャー！オープニング中断演出。あのつかみから、あ、この映画はコメディなんだって思って見れるじゃん。結構 DC 映画って割とこう暗くてダークな作品が多いなんて言われとったりするんだけど、まあ、それこそね、ザック・スナイダーが手掛けた DCEU ね、マン・オブ・スティールとかが結構まあダークでシリアスな話だった分、結構そういうね、こう暗いイメージなんかが持たれがちだったのが、あのオープニングカットからポップなコメディ路線なんだなっていう、そのお客さんがちょっとこう、ほぐれて見れるじゃん。そこの掴みがさ、これそっからのあのベイビーシャワーね。ヒーローには欠かせん人命救助のシーンね。バットマン、ベンアフのね、バットマンがね、今世界救ってるから、それ以外のことを君はできるかみたいな言われて、やるよ。バット
ットマンもね、だからベン・アフバンだからマイケル・キータマンが出るって知っとったけど、その以前にまずそのベン・アフバンのバットマンのアクションがめちゃくちゃいい。あの動きづらそう感、絶対もっと動きやすいスポーティーな格好にした方がいいよバットマンっていうぐらい、もうガジェット詰め込んだスーツだから仰々しい動きなんだけど、あのアクションもかっこよかったし、でフラッシュのベイビーシャワー助けるところもさ、すごい CG じゃん。俺もちょっと笑っちゃってさ、赤ちゃんがもう人形なんよ。赤ちゃんっていうのを使ってちょっとこうブラック的なねジョークみたいなのを出してくるんだけど、でもめちゃくちゃ CG だからそんな重く見んでいいというか、笑えるちゃんと。でこの CG 感がハマる人ハマらん人はおると思うよね。俺はむしろあの CG 感が結構好きだったりして、コミックの実写版っていう演出もちゃんと光ってたし、でなんといってもさっきのそのダサかっこいいところがさ、走り方ね。フラッシュってその能力がね、足が速いっていうだけの能力なんよ。走ってるっていうだけでアクションとして成立してるのがフラッシュのかっこいいところで、めっちゃ速く走るっていうキャラクターなのに遅いのよ、フォームが。天候みたいなのがふわーって稲妻みたいにバーって街を走ってるんだけど、でも彼にズームアップしていくと、こんな時間してんのよ。なんか足が速い人ってさ、それこそキャプテンアメリカなんかはさ、胸張ってこう走るじゃん。でもザ・フラッシュは前傾姿勢で、ロードバイク乗ってるみたいに、こう走っていくんだよね。滑ってる感じなんだよね、走ってるっていうよりも。で、この一連の動き、走ってるフォームスタイルがまずダサかっこいいの。ただ、まあ、後半からね、重い話にはなっていきますよと。フラッシュっていうキャラクターが本名バリー・アレンっていう青年は、幼い頃にね、まあ、お母さんを亡くしていると。ある日あの家に強盗が押し入っちゃって、母ちゃん殺されちゃうのよね。で、その母ちゃんを殺した犯人として、お父さんが、まあ、無実の罪で投獄されてると。いうもう最悪なのよ。でもそういう辛い過去を背負ったままザ・フラッシュっていうヒーローとなって世界救ってるんだけど、父さんの潔白を証明できるものっていうのが揃ってないと。だからこのまま行ったら正直有罪は免れんかもしれんっていう絶望的な状況になるわけ。防犯カメラの映像とかも入手したのにさ、なんかお父さん下向いとって本人ってわからんけ無理だったとか、最悪なのよ。な中で、翌朝に裁判を控えた中ね、もう悲しみの中でこうダッシュするわけよ。ほんなら、もうその、悲しみのダッシュがあまりにも早すぎて、過去行っちゃうっていう。タイムマシンとかじゃないからね。足早すぎて、肉体がタイムマシンになっちゃうっていう。とんでもない能力に開眼しちゃってね、バーって走っとったら急にブーンってなんか謎の空間に迷い込んじゃって、そのまま走り抜けとったら、なんかハムスターボールみたいに、ブワーってドーム状のものができて、そこからこう自分の今までの過去みたいなのがブワーってこう、振り返っていってな、みたいな。で、あそこの演出も最高だったのが、走ってる時って足ってこうなってるじゃん。ね。でも、過去に行った瞬間、こう逆になるのよ、足が。あの戻り方の演出、タイムトラベルの演出の仕方、俺今まで見たことなくて、しかもあれも明らか CG な、なんかお母さんとかお父さんの思い出みたいな、明らかに CG みたいな、まあ、そこでちょっと面食らっちゃって、なんじゃこの演出と。なんか過去に戻れたもんだから、バリー・アレン、ここでね、母ちゃん救えるかもしんないと。で、過去変えちゃったわけよ。つまりお母さんが死なない、強盗に襲われない世界っていうのを作ったと。ほんなら、過去を改変してしまったことで未来が、現代が変わってしまうっていう設定になるんだけど、このタイムトラベルして別の世界が生まれちゃったっていう、この別の世界線を、いわゆるマルチバースっていう解釈でね、伝えてるんだけど、マルチバースの解釈の仕方がめちゃくちゃ綺麗だったんだよね。あの、バットマンのことね、ブルース・ウェインがさ、パスタ使って教えてくれるじゃん。ドラマ版のフラッシュだったら、時間っていうのは一本の線で、で、フラッシュがここで時間軸を変えてしまった、過去を変えてしまったことで、違う世界が生まれたっていう風に表現しとったのね。でも、今回の映画のフラッシュは、時間っていうのは一本の線ではなく、ここでフラッシュは過去を変えてしまったことで、全く新しい世界がこう生まれてしまったと。だからこれまでだったら、ここまでは同じなんだけど、ここで変えたから、新しい時間がこう分岐して生まれたよっていう風になったのが、今回はここで過去を変えたことで、新しい世界がもう一本できちゃったっていう。だからフラッシュが過去を変えてしまったことで、全く別の、全く新しいマルチバースを生み出したわけよ。この表現方法がすごく面白くて、俺以前、エブエブの時かな？あの、自分なりのマルチバース解釈みたいなのを動画にしたんだけど、あれ全部忘れて、あれ全否定された俺。だからあの、MCU のマルチバースの解釈っていうのは、基本多元宇宙論っていうのをベースにしてるから、宇宙なのよね。だから今こうして生活している中で、別のいろんな宇宙があって、いろんな地球があって、そのいろんな地球にいろんな起きた遊戯がいるっていう解釈だったんだけど、今回のザ・フラッシュのマルチバースっていうのは、この地球、この一つの地球の中にいろんな起きた遊戯がいるかもしれないっていう、ユニバースの中にマルチバースを作ったのよ。
で、この解釈の仕方が今までなかったなっていう、すげえ面白いなと思って。だからそのスーパーマンがいなくて代わりにスーパーガールがいるとか、でバットマンがベンエフではなくてマイケル・キートンのねバットマンになってるとか。でそうなるともちろん主人公のバリー・アレンも二人存在することになるんだよね。若かりし頃のバリー・アレンと主人公の今のバリー・アレンが対峙するっていう展開になるんだけど、このまあいわゆる自分と自分がね、過去の自分と今の自分が対峙するっていう展開はまあタイムトラベルものでもあったりするじゃない。で俺は個人的にこの二人のバリー・アレンの対比がめちゃくちゃツボで、途中さ、あの喧嘩するシーンあるじゃん、バットケーブで、あのバットマンのキッチンの中でこのバリー・アレンとバリー・アレンが喧嘩すんのね。でこの喧嘩のシーンでふと今のバリー・アレン、まあ、いわゆる未来のバリー・アレンがポロッとね、君はクマさんを大事にしなかったみたいなこと言うの。だからその過去のバリー・アレンはクマさん、あは？過去のバリー・アレンの部屋にこの今のバリー・アレンが来た時にクマのぬいぐるみにダーツがバレ刺さってるみたいな、すげえロワーク的な遊びしとって、それを見てこうバリー・アレンはショックを受けたと。あのクマのぬいぐるみはお母さんにもらっただろって、これすごいグッときちゃって、お母さんを失ってないバリー・アレンは今の自分、このバリー・アレンと母親の解釈が違うと、ここの対比がすげえ苦しいの。てかあのさ、最終決戦俺すごい好きだったんだけど、フラッシュとフラッシュが存在したらどういう戦い方をするんだろうって思ったら、かかとこうくっつけてプワーンって走るみたいな、なんじゃそれ。早いヒーローっていうか、早いキャラクターってさ、それこそ X メンのクイックシルバーの発明があるじゃん。あまりにも早くて周りが遅く見えて、あの気持ちよさあるじゃん。俺たちの大好きなスーパー早演出ね。それもある上に、まるちょっと違う速さのバリエーション見せてくれて、ドラマ版のフラッシュも、二人どころか、フラッシュめっちゃ出てくんのよ。てかフラッシュっていうかその足が速いヒーローめっちゃ出てくんのよ。フラッシュみたいなやつらが。光の線みたいなんで演出すんの。映画の方は、ま、映画だから、もっとこう派手になってるし、で、あとね、あの、スーパーガールとフラッシュ二人がさ、三人で揃って、ブワーってこう、来るシーンあるじゃん。あれ、ソニック2でも同じようなシーンがあって、絵がずっといいのよ。ただ、その、勝てないと。時間を飛び越えられるっていう、ある種最強の能力を持っているフラッシュの、差が。これまさにスパイダーマンでいう、大いなる力には大いなる責任が伴うなんだけど、絶対に変えちゃいけない、変えられないものっていうのがあるんだよっていう風に教えられた時に、これが俺たちの不可避の交差点なんだと。この世界が終わってしまうっていう展開は絶対避けられないものなんだ。お母さんが死ぬっていう過去は変えられないんだと。この世界が崩壊するってことは、お母さんが生きてる世界っていうのは崩壊するわけだから、どれだけ抗おうとしても、どれだけ止めようとしても、母ちゃんが死んでしまう、母ちゃん殺されるっていう過去は変えられないんだって気づいてしまう、このフラッシュ、バリー・アレンの悲哀、宿命。これがもうね、痺れると同時に、さっき言ったスパイダーバースと似て非なるポイントなんだよな。あれは、まあ予告編でも公開してるからあれなんだけど、スパイダーマンっていう物語はね、みんな一様に背負っているものがあると。大切な人を失っている、背負っている過去がある。これはもうスパイダーマンの中での暗黙の了解になっとって、これは変えられない宿命なんだ、運命なんだっていうのを、マイルズが、そんな運命抗ってやるって言って、スパイダーマンと対決するっていう話じゃん。でもフラッシュの方は、抗えないんだって気づくパターンなんだよな。これヒーロー映画としては結構さ、終わりというか超バッドエンドじゃん。世界を救えなかったって話だから。でもっと言うと、世界を救おうとすればするほどヴィランになっちゃうっていう話じゃん。ヒーロー善としている方が今作の中ではヴィランになっちゃうんだよね。ドラマ版のフラッシュでもね、似たような展開になっていくし、ドラマ版のフラッシュはもっと展開されていって、ワンピースみたいになっていくのよ。失ったものばら数えるな、まだお前に残っているものはなんじゃ、仲間がいるよみたいな感じなのよ。母ちゃんを失ってしまったことで悲しいけれども、その分得たものもあるよねっていうアプローチなんだけど、映画の方のバリー・アレンはさ、こっちの世界で得たものが大きすぎて、あっちの世界に戻っても得ているものが少ないんだよね、彼は。そこがすごく切ない。でもオリジンとしてはなんかノーウェイホームじゃないけどさ、孤独なヒーローとしての誕生っていう描き方は今後のフラッシュに期待できるなっていう展開だったんだよな。ただちょっとごめんね、多くて話すことが。ちょっと今回で俺が一番不満なのは、じゃあ DCEU 解体しちゃダメよ。 DCEU が解体されて DCU として新しく仕切り直されるっていう話で、これ以外と、しかもあのね、あのニコラス・ケイジのスーパーマンとかさ、いろんなスーパーマンとかいろんな過去の DC 作品とかを出しといて解体って、あの今作でさ、バリー・アレンの恋人っぽい人いたじゃん。あのバリー・アレンといい感じの中にある記者の女性、彼女ってスナイダーカットのジャスティスリーグに登場すんのよ。カーシー・クレモンズっていう女優さんが演じてるんだけど、彼女はその同じ役で同じ人で
そのスライダーカットに一瞬出てくんの。あ、じゃあスライダーカットと繋がってんのかなちょっと思わせるような小ネタを仕込んどいて、いやでもスライダーカットのやつはもう関係ありませんとかでも解体です、ヘンリーカビルのスーパーマンはもう降板ですとか、むちゃくちゃ戻したんよ。あと俺これ一番の不満なんやけど、ドラマ版のフラッシュ出してよ。出てないよな。俺見落としてないよね。俺なんで？クライシスオンインフィニットバースだったっけ？なんか DC ドラマのユニバースみたいな。DC ドラマのキャラクターたちが一堂にアッセンブルするみたいなイベントエピソードみたいなのがあんのよ。で、その中でドラマ版のフラッシュと、そのエズラ・ミラーのフラッシュが共演するっていうシーンが一瞬だけあったりして、結構熱かったのね。だから今回も絶対映画版にもドラマ版のね、グランドガステルのフラッシュ出ると思っとったわけ。なんで出さんかったの？まあでもそれぐらい不満つったら。あとはもうほんまに最高だったし、まあ、総じてめちゃくちゃ面白かったし、映画としてね。お母さんのシーンも良かったじゃん。スーパー行ってさ、トマト缶をね、漏らすところもめちゃくちゃいいじゃん。あそこでなんかドラえもんのさ、おばあちゃんのエピソードみたいなさ、小学生のね、のび太くんをさ、のびちゃんねってすぐわかるみたいな感じで、お母さんもなんとなく息子ってわかってる、あの雰囲気もすごいいいし、父ちゃんの無実証明するためにさ、トマト缶の位置を変えちゃってさ、防犯カメラの映像を改変したみたいなあったじゃん。あれはじゃあ何だったんやと。あんだけね、変えちゃいけん過去があるのに、なんであんなことして、何も学んでないじゃん問題あるじゃん。俺はそれ思ったんだけど、まあ、ただ、あの時点ではまだお父さんの裁判ってまだ行われてないんだよね。だから父ちゃんが無実だったかもしんないのよ。トマト缶変えなくても、父ちゃんは実はなんか奇跡が起きて、無実を獲得できとったかもしれないんだよね。だから、過去を改変したっていうよりも、未来を変えたんだよな。てか変えたっていうか、まあ変えたかどうかもわかんない。その、結果が出てない未来を変えた話だから、微妙なラインなのよ。不可避の交差とはちょっと違うんかなっていう解釈をしたんだけど、ただまあそれによってさ、ね、ジョージ・クルーニーになっちゃってさ、変わっちゃったわけじゃん。フラッシュポイント以降。で、ドラマ版の方でも、フラッシュポイント以降ってね、変わってんのよ。だから、また違う世界が生まれちゃってるのよ。だから過去を変えてしまう。というか、タイムスリップをしてしまうっていうことは、それ相応のリスクと、拭いきれない罪を背負っていかなくちゃいけないっていう、業でもあるから、バリー・アレンのこれからに期待だよな。アクアマンの2がね、これから公開されるから。だからアクアマンの2はね、ジェームズ・ワンが監督するじゃん。で、今回はね、アンディ・ムスキエティっていう監督がね、監督してるんだけど、ホラー映画の監督なんですよね。イットのリメイク版とか、ママの監督とかもしてる人で。やっぱホラー映画の監督とアメコミ映画ってすごい相性がいいんだなって。もうサムライミもそうだし、あとシャザムの監督もさ、もともとライトオフっていう、だからホラー映画とアメコミ映画ってめちゃくちゃ相性いいんだなっていう意外な食い合わせもね、今作で証明されて、アンディ・ムスキエティ監督は今作の評価を受けて、ロビンの映画、ロビン何だっけ、バットマン&ロビンの次の映画 DCU の方の映画の監督もすることになってるらしいから、まあ仕切り直されたとはいえ、まあまた新しい世界が紡がれるんであれば、まあ、ファンとしてはついていくしかないけれども、こんな感じでした。ごめん、ちょっと語り出したら切れないし、もっと喋りたいこといっぱいあったんだけど、もうこんな感じにしとくね。まあなんかみんなの感想も聞かせてくださいよ、ね、以上、沖田由紀でした。バイバイ。6月の23日トークライブジャキジャケ、今週末です。ぜひ来てください。まあ来れない人は配信チケットも用意してます。2週間アーカイブが見れます。これも口酸っぱく言います。来てほしいから、見てほしいからお願いします。まあ概要欄にチケットリンク貼ってるんで、トークライブなんでね、ぜひ僕のおしゃべりちょっと気になるなって思う人がいたらお願いします。で、3日後の26日にはね、おまけの夜の柿沼さんと、ニュージャージーという毎月やってるトークライブがあるんですけど、これは、ね、カルチャートークライブで、ゲストに貝柱さん今回お呼びしてね、人生の推しについて語るという最高のトークライブなんで、こちらもぜひお越しいただければなと。いやー、毎回このアフタートークのこの告知ね、すまん。これはもう、今月からさ、毎月2本トークライブやんのよ。トークライブ芸人なんで俺。トークライブでやっていこうっていう芸人なんで、トークライブ結構多くなって告知も多くなるんですけど、基本全部配信あるから、現地全部来れなくてもね、配信チケットで見ていただければなと。はい、思います。いやー、多分喋りたいこともっといっぱいあんだよなー。多分ザ・バットマンっていうか、だからバットマンとかもね、もっと喋りたいことあったんだけどね。バットマンもすごい良かったよねー。やっぱそのジョーカーという対になる存在を出さずに、バットマンの狂気なキャラクター性を出したのも最高じゃん。だから縫ってるシーンでニヤって笑う、暴力でしか生きられない、悲哀のヒーローを、ジョーカーっていうね、ついになる存在出さずに表現したのもすごいいいし、やっぱあとスーパーガールがこれで終わりとは思いたくないよな。もっと見たいよね、スーパーガール。やっぱ、あの人のスーパーガール、あのだけ、
この人、サッシャカジさん。このもうスーパーガールも最高だったじゃん。これで終わりとは思いたくないんだよな。スーパーガールもさ、なんかあの、いとこって言って、あの、スーパーマンを守る、護衛するっていう立場のキャラクターだから、年齢がちょっとおかしくねと。スーパーマンのカルエルの方は年上っぽくねって思うじゃん。あれちゃんとあって、なんかね、スーパーマンが地球に不時着してから、その後、スーパーガールが地球にやってきて、なんかね、ずっと、まあ、この、今作ではなんか幽閉みたいなのされとったけど、ドラマ版の方とかだったら、なんか何年か、なんか時間止まってんだよね、スーパーガールは。なんか時止まっちゃって、で、何年か経った後に地球で目覚めんのよ。だから年齢に差が生まれちゃってるの。だから気づいたらスーパーマンの方が年上になっとって、気づいたらスーパーマンの方に守られるみたいな感じになってるのよ。そこがね、ちょっと違うんだけど、あの、だからあの、スーパーガールは若いっていうね。で、光合成して力いるみたいな。スーパーガールもすごい良かったしなぁ。で、キャラクターが意外と少ないじゃん、出てるキャラクターが。ね。だからその辺もね、見やすくて、やっぱタイムトラベルものって、特にドラマ版のフラッシュはキャラクター多いから、割とこう、いろんな人間関係が変わっていって紡がれていくんだけど、映画版はね、フラッシュは孤独なヒーローだったから、友達いないっていうキャラクターだったから、そこもポイント高いね。あー、もっと喋りたい。あ、でもカメラが10年切れちゃう。ブラー。